こんにちは、梅垣真由美です。漢方薬って副作用あるの？という話の続きです。前回は甘草という小薬の副作用のお話をしました。他にもあるのでもう一種類紹介します。小柴胡湯という漢方があります。これもね、もうだいぶ前になります。10年以上前になると思いますが、一時すごく世間を騒がした漢方の副作用あるんだっていうニュースが出たことがあるんですが、小柴胡湯の中に黄金という小薬が使われています。間質性肺炎とか、あと肝機能障害というのが起こる副作用があります。でもこれもね、ちょっとこう安心してほしいのは、ちゃんと自分に合った人が自分に合った量を飲む分には本当に全然大丈夫なんです。もう自分の症に合っていない、自分の症状体質に合っていないのに規定量を満タンに飲んでいたりとか、長期間飲んでいて、もう今は違う漢方のが合ってる飲んでしまっているっていう、そういったこともあっての副作用だったことがほとんどだということを今日はお伝えいたします。まだちょっと続き、また朝の7時45分見てください。